今日はネットフリックスおすすめ映画ベスト3を紹介します。忘れないようにいいねと保存をおすすめします。第3位、マイインターン。アン・ハサウェイとロバート・デ・ニーロが共演した心温まるヒューマンドラマ。ニューヨークでファッションサイトを運営するやり手の女性経営者の前に現れたシニアインターンのベンは、豊富な人生経験から彼女のピンチを救っていくっていうお話です。これはまさにプラダを着た悪魔のアンサー的映画の作りとなっています。仕事を頑張る女性にこそ見てほしい。鬼編集長とは真逆の仏のインターン。さあどうなる。第2位、ネットフリックスオリジナル、ドントルックアップ。ある日、落ちこぼれの天文学者が地球に衝突しそうな彗星を見つけます。世界中の人々にその危険を知らせようと奮闘。しかし二人の話に耳を貸す人はおらず、事態は思わぬ方向へというお話です。主演のレオナルド・ディカプリオをはじめ、ジェニファー・ローレンス、メリル・ストリープ、ティモシー・シャラメ、アリアナ・グラ